シュラマル。エミさん、どうして今日のランチ来なかったのよ。せっかくいいお店だったのに。あ、ケイコさんどうも。今日はちょっと仕事が忙しくて。仕事ってなんかパソコン打つ仕事？あんなのが仕事だなんてね。いや、どちらかというと今の時代何かしらでパソコンも関わる仕事の方が主流ですけど。え？ケイコさんって明治時代生まれとかですか？はあ？ふざけたこと言ってんじゃないわよ。まあ、今日のお店はエミさんには合わなかったかも。なんでですか？勝手に決めつけないでくださいよ。だってすっごく素敵なお店だったから。そんなにいいお店だったんですか？そりゃあもう最高だったわよ。へえ、確かイタリアンのお店でしたっけ。何食べられたんです？私はカルボナーラよ。もう最高だったわ。ああ、そうですか。私もカルボナーラ好きなんですよね。いや、もう何が最高だったって、パスタを一生懸命作ってるあの真剣な眼差し。え？ん？真剣な眼差し？実は今日イタリアのお店に行ったのはイケメンスタッフ目当てだったの。ああ、そうだったんですか。あわよくば目が合ってナンパされないかななんて思ってたんだけど、今日はなかなか目合わせてくれなかったな。いや、ナンパって。ケイコさん何言ってるんですか？既婚で子供もいるんですから、なこと言ったらダメですよ。別にいいじゃない。結婚してても子供がいても恋愛はするものよ。あ、まあエミさんに言っても無駄か。そうですね、無駄ですね。旦那と仲いいですし、あんたたち夫婦中卒だし。ちょっと待ってください。今中卒の話関係あります？あるわよ。だって中卒は中卒同士じゃないと恋愛できないみたいだし。いや、何言ってるんですか？だってほら、あんたたち結婚は中卒がきっかけでしょ？確かに私たちは中卒同士がきっかけで共通点も多いし、それが理由で結婚しましたけど。でしょ、ほら。でも全く今の流れで中卒は関係ないですし、私はいくら店員がイケメンだからってナンパしてくれないかなとか汚い願望は抱かないです。は？あんた私の願望が汚いですって。え？私何か間違ったこと言いました？だって汚いですよね、結婚してるのにナンパって。中卒で見た目も地味で負け犬だって言うのに何を偉そうに言ってんのよ。負け犬？いや、言わせてもらいますけど、もしケイコさんがその店員と奇跡的に何かしらやらかして旦那さんにバレたら、きっとそっちの方が負け犬になりますよ。はあ？ムカつく。はっきり言ってすみません。でも事実です。言っとくけど、私は絶対に負け犬なんてならない。私は一生勝ち組なんだから。すごい自信ですね。なんでそんな自信あるんですか？どこから湧いてるんです、その自信。私、ボスママのユイカさんと仲良しなの。ああ、確か旦那さんがいろんな企業を立ち上げた敏腕の起業家なんでしたっけ。そうよ、お金持ちだからユイカさんはいい化粧水ばっか使って、あんたと違っていつも綺麗。余計な一言ですね。だからそんなユイカさんと一緒にいると私も綺麗になってて、それに周りからは私もセレブママに見られるし、これぞ勝ち組のママって感じ。綺麗になってるのは気がするだけだと思いますし、セレブママに見られて何の意味があるのか。うっさいわね。別にいいでしょ。負け犬夫婦のあんたなんかに言われたくないわ。あ、そうですか。でも私もユイカさんと面識はありますけどね。え？あんた知り合いなの？え？そうですけど、私たちにも共通の友人がいるということで。なんで？なんであんたがユイカさんと？なんであんたみたいな中卒が？ねえ、どういうことか説明しなさいよ。ねえ、エミさんってば。私の名前はエミ、34歳の主婦で、会社員の旦那と小学生の息子の3人暮らし。お互い中卒同士の私たち夫婦を見下すケイコさんのくだらない LINE を無視して私は仕事に戻ることに。それから数日後、またケイコさんから LINE が。はあ、今日もあそこのイタリア行っちゃった。
今日はあのイケメン店員が焼いてくれたピザを堪能。しっかり焼き上げてくれて美味しかった。あ、はい。ちょっと、あ、はい、じゃないでしょ。羨ましい、キーとか思わないの？え、思わないですね。すみません。なんかむしろよくそんなラインしてくるなーって。一周回って尊敬の眼差しですよ。はぁ、これだから中卒は。出た。また中卒いじり。もうそのいじり、やめといた方がいいですよ。はぁ？やめといた方がいいってどういうこと？まあそのうちわかると思います。っていうかなんか用ですか？え？もしかして、イケメンのピザを食べたことを自慢するためにラインしてきたんですか？あ、いやいや違う違う。実はあんたに言いたいことがあったの。言いたいことですか？昨日ゆいかさんに聞いたんだけど、近々あんたの家で集まるそうね。え？それゆいかさんがけいこさんに言ったんですか？そうだけど、けいこさんも来るって言ってくれて、えみさんよりも私の方が仲良しって感じ。なんで言っちゃうかな、ゆいかさん。っていうか、なんで私抜きで集まろうとしてんの？普通私を誘うでしょ。いや、夫婦揃って中卒を見下すけいこさんに、うちで集まるんでよかったら来ます？なんて LINE しないですよ。でもゆいかさんと私はセットなんだから、私にも声をかけるのは当たり前でしょ。いや、集まると言ってもですね。で、何かお菓子とか出してくれるんでしょうね。誘ってもないのになんでそんな偉そうなんですか？私はゆいかさんから直々にお誘いいただいたの。あ、っていうかあんた在宅でずっとパソコン打ってる仕事だから家の中汚いんじゃない？ああ、じゃあ来なくていいですよ。汚いんで、どうぞお引き取り願います。はあ？何その言い方、腹立つ。いや、ゆいかさんに誘われたし、私絶対行くから。来ないでください。では。あ、勝手に LINE 終わらすな！もう！今度、うちの家で集まる予定をゆいかさんから聞いたけいこさん。ゆいかさん、なんで言うの？と思っていたのですが、当日、けいこさんはとんでもない行動に出て。え？けいこさん、今うちの家から急いで出ました？あ、バレちゃった？はい、なんか大きい音がしたんで、リビングの方見に行ったら、玄関から急いで出ていくけいこさんが見えたんです。あっちゃー、バレちゃったか？さっきみんな帰ったと思ったのにこっそり残って何して。あんたさ、ゆいかさんや他のママが来るってのにあのお茶菓子は何？腐ってるお菓子なんて出さないでくんない？いや、え？ちょっと待って。中卒の家庭はあんなまずいお菓子なんて出すのかしら？けいこさん、まさかパソコン壊したんですか？そうよ、だって最悪な待遇なんだもの。だから中卒もっと頑張れって意味を込めて、あんたの仕事道具壊してやったわ。いや、あのこれ、私のじゃないです。え？はあ？これ私のじゃなくて、ゆいかさんのノートパソコンですよ。はあ？嘘でしょ？本当です。うわぁ、やっちゃいましたね。どうするんですか？これ、新品で買ったそうですよ。そんな嘘を言うのやめて。私を怖がらせようとして嘘を言ってるんでしょ。いや、本当です。実はみんなが帰った後、ゆいかさんがもう一度うちに来て、パソコンの使い方を教えようと思ってたんですよ。はぁ？ゆいかさん、どうやらパソコンが苦手らしくって、みんなに苦手ってこと知られたくないらしく、こそっと私に教えてって頼んできてて。そんなことって。あ、けいこさん。今ちょうどゆいかさんが来ました。え、来ちゃったの？ゆいかさんが？はい、画面割れてるパソコン見てゆいかさんもう硬直しちゃってます。エミさん、悪いんだけど、なんとなくごまかしといてくれない？ゆいかさんには私の方から言っておくから、ね。あ、すみません、もう全部言いました。ゆいかさん、めっちゃ激高してます。けいこさん、どうするんですか？いや、どうするって。ゆいかさんのこのパソコン、24万するらしいですよ。24万？はぁ？一番最新で、容量も桁違いに多い機種なんですよ。
さすがゆいかさんと言いたいところなんですが、画面割れたら使い物にならない。どうしよう、私どうしよう、絶対ゆいかさんに縁切られちゃう。あともう一つ今言っちゃいました。は？何を言ったの？私他には何も。私たち夫婦を中卒という理由で見下して嫌がらせで私のパソコンを壊そうとしたことです。ちょ中卒を見下すなんて最低とのことです。ゆいかさんの弟も中卒だからな。でも今じゃ立派にイタリアンのシェフとして働いてるし、中卒なんて関係ないよな。ん？ん？イタリアンのシェフ？あ、そうだそうだ、恵子さんが言ってたイケメン店員ですけど、あの方ゆいかさんの弟ですよ。はあ！私にイケメン店員がいるって言ってきてたのに、ゆいかさんには共有してなかったんですか？してなかったわよ。だってゆいかさんは綺麗で美人だし、あのイケメンが取られちゃうんじゃないかと思って。うわ、気持ち悪い。話してれば発覚してたことなのに。だって今それもお伝えしときました。私の弟も見下すことになるわねって怒ってますよ。ねえ、あんたさっきからなんで勝手に言うの。もうゆいかさんカンカンなんで、人生終わったと確信しといてください。じゃ待ってよ、エミさん、助けて、お願いよ。いや、数分後、ゆいかさん、その、ああもうパソコン使えないよ。どうしてくれるのかな、恵子さん。弁償します。当たり前でしょ、絶対にしなさいよ。はい。でもちょっと24万は旦那には言いにくいと言いますか、ちょっとランクは下がりますが、10万のでもいいですか？はぁ、あ、舐めてんじゃないわよ。なんで最新からの古いのになるの？意味がわかんないんだけど。すみません、本当にすみません。しかもうちの弟狙ってたそうね。既婚者なのに何してるわけ？いや、イケメンだからいいなーって。でも残念だったわね、恵子さんが嫌いな中卒だから。中卒は負け犬なんだっけ？ごめんなさい、もう何もかも許してください。じゃあパソコンの弁償よろしく。なんでこんなことに、もう最悪。その後、それから恵子さんは後日ゆいかさんにパソコンの弁償代を支払うためお金を持って自宅へと旦那さんと一緒に向かったそう。恵子さんはこれ以上ないほど旦那さんから怒られたんだとか。お金をきちんと渡した後、ゆいかさんとは絶縁。ちなみにゆいかさんの弟を狙っていたことが旦那さんにバレ、もう恵子さん宅はとんでもない騒ぎに。恵子さんは家から追い出され、実家に返される羽目になり、後日離婚調停に進んだのだとか。現在は一人で孤独に生活しており、慰謝料と養育費を払いながら毎月カツカツで暮らしているそうです。一方、私はパソコンを買い直したゆいかさんにパソコン講座を開始、中卒の底力を見せる時が来ました。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。